はい、どうもジャン・スミスと申します。こう8ビートでバスドラムが裏に入ってくるパターンがすごく苦手で、手と足がもつれてしまってなかなか綺麗にできないという悩みに直面したことはないでしょうか。私はよくありました。こう8ビートで1,2,3 ドッド、このんとんとってこの裏に入ってくるやつをやろうとすると、どうしてもこう右手と右足が同時になってしまったり、こう右手につられて足が表に来てしまったりみたいな、いろいろ問題が発生したことあると思います。で、今回はそういった方々へ向けて、なぜこれがうまくいかないのかという原因とその解決方法についてしゃべっていこうと思います。今回の動画を見ていただければね、なぜ自分はこのいうフレーズ、バスラム裏に入るフレーズがうまくできないのかの原因が分かって、でそれともう一つ解決方法が分かって、こうまあその解決方法に沿って練習することで、こうこういったフレーズが綺麗にできるようになるというメリットが得られますので、ぜひ最後までご覧ください。では早速原因の方を話していこうと思います。こういったあのバスドラムが裏に入ってくるフレーズがうまくできない原因というのは、手と足の関係性をいまいち理解できていないから、もしくは知らないからというのが原因だったりします。うん、知ってしまえばもうそれに沿って練習するだけでいいのでもう解決するんですけども、まずはこの手と足の関係性というものを知るところから始めていきましょう。こうじゃあ今回はオーソドックスにこういうフレーズやりますね。こういう8ビートでちょっとやっていこうと思います。で、この手と足の関係性って何やねんっていうと、まあ縦とか言ったりするんですけども、手足の縦を揃えるだとかなんとか、まあ縦っていう言葉が使われたりするんですけども、こう要は右手、じゃあ今回で言うと右手と右足ですわな。こう右手と右足が同時に来てんのか、この同時になってんのか、それとも交互になってんのかっていう、この縦の関係性を知らないからうまくできないっていうのが原因としてあるんですね。もう今ほぼ答え言うたようなもんなんですけども、そう、こういうフレーズってこうじゃあ分解していきましょう。1,2,3,4,5,6,7,8 みたいな、こういうフレーズじゃないですか。ちょっとバスラム1個多かった気がしますけども。まず最初の1,1,2,3、この1のところって右手と右足、こいつとこいつ同時じゃないですか。これ縦が揃ってる、縦が同時に来ているっていう状態なんですね。1,2,3、まあそれ3で言うと、この右手と左手両手が同時に来てるっていう、まあ、関係性だったりするんですけども、まあ今回は左手は除外しましょう。で 1,2,3 ここまで来ました。で次4の時、まあ、こう来ますよね。そう、4以降って右手と右足が同時じゃなくて交互に来てるんですよ。だだだそう、この縦の関係性を知れば、もうこのフレーズはほぼ解決した、もうクリアしたも同然でございます。そう、ここの同時にではなく交互っていうところ、ここを知らないと、こうなんていうかな、こういうフレーズやってたとしてもみたいな右手と右足がなんかどっちかにつられてるみたいな、右足がこうつられてるかもしれんし、右手がつられてしまうみたいなこともあるかもしれんしっていうので、こういまいち綺麗にできないっていうような状況になってしまったりするんですね。っていうのがまあ基本的な原因でございます。だからこれさえ知ってしまえば、もう考える人とか、まあちょっとなんていうの、ある程度、まあ、ちょっとドラム慣れてきたなっていうぐらいの人だったら、もうすぐできるようになるかなと思いますっていうのが、まあひとまずの原因でございます。原因が分かったところで、じゃあ解決方法どうすりゃええねんっていうと、こう右手と右足が交互のパターンを練習すればいい。ただこれだけの話なんですね、基本的には。もう簡単な話なんですけども、ここで1個意識してほしいというか、まあ、ここを意識するとより上達が早くなるよねというコツが1個ありましてですね、この 1,2,3,4,5,6,7,8 のこの交互の時に意識してほしいことがあって、こう右手が上がった時に足を踏むとやりやすくなるっていうことを知っておいてほしいんですね。これを意識するだけでもだいぶすんなりいけるようになったりするかなと思います。こう右手が上がった、右手が上がった足踏むみたいな、右手が上がったで足踏んでますね、右手上がった、右手上がった、だいたいこんな感じです。っていうのもね、右手の動きって基本的には 1,2,3,4,5,6,7,8 ってあるわけですけども、この例えばじゃあ1を叩いた後、1.5 として1から2の間までね、この 1,2 の間までに 1.5 としてスティックが上がるターンがあるでしょ。スティック上がってるじゃないですか、こう、うん、ここで足を入れるとちょうどいい具合にはまるんですよ。このまあ 1.5 としましょうか、このスティック上がったところ 1.5 だから、スティック右手を叩いてない時に足を入れる、まあだから右手と右足は交互っていうのが今回のフレーズであるわけですけども、じゃあちょうどこのスティックが上がったところ 1.5 のところで足を踏んでやれば手足交互になるよねっていう、そういう簡単な理屈でございます。これもめちゃ簡単でしょ。っていうだけの理屈でございます。うん、だからこうスティック上がった、スティック上がった。っていう感じで右足右足
ていうだけのフレーズなんですよ。こういう、まあ、今はめっちゃ簡単なフレーズでやってますけどね、うん、っていうだけの理屈でございますので、ここを意識するだけでもだいぶやすくなるかなと思います。まあスティックを上げるのがちょっとなんか分かりにくいみたいな時の場合は別にここまでややこしく考える必要なくて、うん、あ手足交互なんだなくらいのノリでやっていただければいいかなと思います。そんな感じでやれば結構すんなりいけるかなと思います。まあこのフレーズの練習をするときはこう、まあ、普通に8ビートも実際にやりたいフレーズ8ビートでやるでもいいですし、こうひたすら右手の右足を交互に叩く練習、この右手フロアとか、まあ、ライドとかでもいいんですけども、まあこういう練習をしていただいてもいいと思います。まあこれ今ちょっと早すぎるんで、こうまあこんぐらいのゆっくりの速度でもいいんで、とりあえず右手と右足が交互に鳴らせるようにするっていうところを、まあ感覚で覚える必要があるんですね。体に教えてあげる必要がありますわね。ここがうまいこと言ってないと、頭で多少ねその手足交互なんだなって理解できていても、こう実際の演奏になるとみたいな感じでなんか同時になってしまうみたいなことになってしまいかねないので、だいたいそんな感じで、もうひたすらねゆっくり、まあこれでもちょっと早いかもしれない、慣れてない人にとっては。多分今までやってきたそのドラム初心者向けフレーズっていうのは基本的にはこう右手と右足はこう同時になってることが多かったと思います。8ビートとかにせよ、こうドンタンドドタ、うん、ドッド、うん、こう片足のダブルを踏むにしても、基本的にはこう右手と右足が同時に来てるパターンが多かったかなと思うんですけども、例えばこれがちょっと進んでいくとこういうフレーズ、ドッタドドッタみたいな、まあ、感じでこう右手と右足が交互になるようなフレーズが出てくるんですよ。2ビートとかになってくると、うん、ドッタドッタ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 ッ、そうみたいな感じでダブルの2発目だけこう右手と同時じゃないみたいな、そういうフレーズが出てきたりするんですね。っていうのがあるので、こう手足が交互になるっていう今回のお話のねフレーズっていうか、まあテクニックはもう至るところで出てくるんですよ、ドラム演奏において。だからまあ今回のこういった8ビート、普通の8ビートを通してこう、まあとかでもいいし、単純にこういうフレーズ、練習フレーズでこう手足交互の感覚を養っておくといろんなところで役立ちますので、ぜひやってほしいなというお話でございました。はい、まとめです。まあ今回は手と足の交互っていう話をしましたけども、これあの両手だけの交互とかでも結構ドラムで出てきたりしますわね。こう例えばよくあるのはこういうね、シェイクビートとかやったりするんですけども、うん、なんかこうスネアの数が多かったりとか、これも右手と左手の交互でしかないんですよ、うん、両手が同時なのか交互になってんのかって言ったらそれだけでございます、うん、これを応用するとこうみたいなフレーズができるようになったりするわけですね。これもこう交互に弾けるっていうだけでございますので、手足が同時か交互か、まあ、もしくは両手が同時か交互かというのはもう至るところで出てくるし、これを理解できればこういろんなフレーズがすんなりとねこう吸収というか、まあ、できるようになっていきますし、こうアイデアとしてもね、こう自分でなんかフレーズ作りたいなーってなった時にもいろんなことがねできたりするようになっていくと思いますので、ぜひこの感覚養っていけるよう練習していただければ幸いですというお話でした。まあ、本日はそんなところかな。こんな感じで私のチャンネルでは普段ドラムの練習について情報発信してますので、よければチャンネル登録、高評価ボタンなどよろしくお願いいたしますという感じでした。まあ、本日はそんなところで以上、ジョン・スミスでした。